モモアはレイコップをしてくれますね。レイコップしてくれるね。ありがとう、掃除してくれて。お布団のやつだけどね、それ。登る？ここ来る？こっち？アップする？昨日ね、初めて寝室を真っ暗にして寝てみました。私自身もともと真っ暗じゃないと寝れない人だったんですけど、ママを出産してからは、あの何、今つけてる、なんだろう、すごくゆったりできるようなライティングっていうか、そういうの買ったんですけど、まあこれぐらいで、まあ、ママの息を確認するのとか心配だったので、この生後9ヶ月まではつけて寝てたんですけど、今日10ヶ月になったね。昨日初めて真っ暗にして寝てみてんだけど、なんかすごくぐっすり寝れた気がします。え、大丈夫？よいしょ。もしもし、ももあちゃん、もしもし。串で溶かしてみたから前髪がすごい。何？かわいいね。なんか最近ちょっと汚い話か。もしもし、もしもし。これ最近もしもしすんだよ。最近ちょっと汚い話かもしれないんだけど、なんか生後10ヶ月ってこんなだったっけ、うんち。なんかうんちがすごいねっとりしちゃって、食べるようになったからかな。あら、弟の時ってこんなにねっとりしてたっけかって思って、すごいんだよね、なんかうんちが。この子って新成人の生まれたての時から結構便秘ちゃんで、ルイボスティー、あのコストコでいつもね、ほんとよく聞かれるんですけど、コストコで購入しているあのね、ルイボスティー、オーガニックルイボスティーって赤ちゃんから飲めるんですけど、カフェイン入ってないので、母乳育児のママさんも飲めるし、妊娠中の方も飲めるし、まあ、母のおすすめで私もね、ゲットしてずっと飲んでるんですけど、今ではもう気に入っちゃって気に入っちゃって、でそれを飲んでたら、モーマーのひいおじいちゃんとかもうなんか美味しい美味しい言ってて、もうね、美味しいよね。みんな和のオーガニックレーボスって美味しい。私結構癖のあるハーブみたいな、そういう香り系が結構昔からダメだったんですけど、ルイボスティー自体も普通のコンビニで例えば売ってるような、ああいうペットボトルみたいな、ああいうのは結構きつくて、そういうイメージがあったんで、そう。そんで母のところで、実家でね、まあ、ルイボスティーを飲んだら、なんて美味しいルイボスティーなんだろうと思って。どったどったどった。そう、それで、そっから飲み始めて、したら便秘も結構ね、何ヶ月もずっと収まって、便秘じゃなくなって、で最近はちょっとまた食べるようになってきたせいか便秘になって、まあ離乳食始めた段階で便秘になったんですけど、結構そのレボスティーも始めた段階と一緒で、であとは食物繊維が多い、例えばリンゴだったりとかキャベツだったりとか、そういうものを取り入れてると結構出たりも、それのおかげなのかわからないけど、まあ一応そういう感じ。ねえ、ママ。
子供ってリモコン大好きだよね。なんかワンオペ育児だとさ、やることいっぱいで何もできずになんか一日終わっちゃう気がして、一日早いね。ママG 突発性みたいのも終わって、やっと肌も元通りになってきた感じがしますね。生後9ヶ月で突発性になったね。なんだかあんまり湿疹というか発疹もあんまり出ずにね、対して弟の2回目の時はすごい湿疹の写真、発疹の写真送られてきて、それすごい覚えてる、印象的でしたね。もしもーし、元気元気、はい、天気ありがとう、ありがとう、あ、ありがとう、はい、どうぞ。お風呂で寝ちゃってね、大変だったね。なんかお風呂で爆睡しちゃって、入った瞬間からなんか置いても泣かない、何しても泣かなくてもね、寝たきりっていうか、二人だから出るときタオル抱っこしながらタオルやって、でそんで下に置いて、人も起きなくてね、もうまあリビングに置いても起きない、着替えさせても起きなくて、そのまま30分から1時間ぐらい寝てくれました。さっき夜の7時ぐらいにお風呂入ったかな。ね、でお風呂入ってもう眠いんですけど、寝たいんだけど、ママは寝室に来てから1時間ぐらい遊ぶ時間がこの子の中で何かあってね、もうそうなんだよね。本当は結構夜ってマミーとダディがいてのなんか遊ぶ時間なんですよね。だけどやっぱ夫が仕事の時とか、まあ今日はワンオペ育児みたいな感じだったので、ちょっと早く寝室に来ても二人で先に寝てたいと思うんですけどね。こうやって YouTube、 将来 YouTube どうなってるか分かんないけどさ、こうやってビデオで撮っといてさ、あ、こんな時もあったんだなーなんて思い出すのかな。子供の成長早すぎてさ、ついていけないよ。もっとじっくり見たいんだけどね。なんか最近ママは自分がよだれ垂らして、そのよだれをすごい食べようとしたり、成長でいくとあれだよね、もしもしとかパチパチとか、最近ねこうやって滑る行動もしたり、なんか床が気持ちいいのかな。あと何、今日ははーいとかもやってたね。もうまあ、あと何できる？ももちゃん。あとティッシュで、あれだよね。よ、あれ、何？床拭いた、床拭いたりっていうか、どっか拭いたりしてる。ねえ、ももは。そう？あとガーゼとか、そういうのでも拭いてるね。うん、マミ、今日ここ掃除機かけたよ、ちゃんと。掃除機かけないとももはがいろんなとこ行っちゃうからさ。あ、ももは、あ、ダメダメダメ、それ、あ、痛いから、痛いっていうか、なんていうの、バチバチ電気来ちゃったら困るでしょう。ももは、ちょっと待って、ほらほらほら、危ないよ。